テーブルに名刺シールとペンが置いてありますので、教区とお名前を記入して左の胸にお貼りください。
本日は仏教婦人会総連盟夕食懇親会にようこそご参加くださいました。ただいまより開催させていただきます。本日は全国の各地より360名の会員の方にご参加いただき開催させていただきます。そしてこのお先に世界仏教婦人会連盟の役員の方もご参加いただいております。ご紹介させていただきます。まず来年度の世界大会へのアピールの思いを込めて北米海峡区から8名の方にお越しいただいております。
確か、もう25、6年前かな、琉大の、地下にあります、資料室から、これも新潟の長岡の藤井さんという方が、発見されて、そして初めて、親鸞聖人の奥様が死に行こうであるということが、分かったわけでございます。それでその板倉というところなんですけれど、板倉のところに、田んぼの、ところに、こう五輪の、そのお墓が見つかりまして、それで今、おそらく明日お参りされると思いますけれど、その石二甲の病床に、その田んぼの中から出てきましたものを、国府教区の人たちが一生懸命になってそれを、お参りをして、おられるということを聞きまして、本当に、こういう信仰の力とかそういうものが本当に、大したもんだなという思いが、いたしておる、ところでございます。いろいろ、最初の頃は親鸞聖人も、いないような話も出てきたんですけれど、その石二甲本庄が出てきまして、初めて親鸞聖人の、確かに、おられたということが実証されたわけでございます。そういうことをとりましても、この石二甲本堂は本当に、大切な、私たちにとっては大切な、お方だと、思っておることでございますので、どうぞ、ちょっと、京都からは遠いですけれど、どうぞ、国府の板倉というところに教師がございますので、そこにお参りしていただきたいと思うことでございます。今日また明日と、なかなか、お忙しい日程になると思いますけれど、どうぞ、体に気をつけて、途中で倒れたりは決してなさらないように、まあ今晩もほどほどに、していただいて、それでもゆっくり召し上がってお過ぎと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。大変ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、仏教婦人会総連盟片山みどり会長がご挨拶申し上げます。
維新日報750回忌法要、その後に総連盟主催の維新に様の集いがございます。総会では新たに制定いたしました仏教婦人会綱領のお披露目があり、維新に様の集いでは国府教区合唱団拳の森の皆様による維新に様参加のご披露がございます。どうぞ一年に一度の会員交流の大切な時間であり、また今年は世界各地の仏教婦人会員と交流できるチャンスです。ワールドワイドな親睦が図られますことを願いまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは乾杯に移りたいと思います。皆様グラスに飲み物をご用意ください。皆様、お飲み物の準備は整いましたでしょうか。それでは、仏教婦人会総連盟講師、三宮京信先生に乾杯のご発声をお願いいたします。ようやくこの京都の春らしい日が今日から始まりました。明日は総会、そして午後は維新様のご法要、明日の総会が続かなく執り行われ、また午後のご法要が皆様にとって祈り豊かなご縁となりますことを願い、乾杯をしたいと思います。それでは皆さんご一緒に乾杯しましょう。乾杯。
それではお料理をお召し上がりいただきながらご歓談ください。
るんです。
でバイオリンとピアノの美容による演奏がございます。演奏いただくのは佐賀教区小瀬総高一の客員である伊関ダンさんとピアニストの野口志保さんによるユニットジオのお二人です。お寺での演奏会や教育機関での演奏、各地域での演奏など多岐にわたり活動されております。それではここからジオのお二人にバトンタッチ。
堅苦しくなくですね、皆様ぜひどこから CD が流れてると思ってですね、あまり気にされずにお聞きいただきたいなと思いますけれども、お寺を中心にですね、いろんなところで演奏させていただいてますけれども、ご縁作りの一つのきっかけとしてですね、いろんなところで演奏させていただければなというふうに思いますので、ね、どうかよろしくお願いいたします。写真等ですね、ぜひ撮られていただいて、SNS 等にアップしていただいて、その際できればですね、ちょっと、ね、顔を修正していただくとか、髪の毛の量をちょっと多く持っていただくとかですね、していただけると大変ありがたいと思います。あと3、4曲でございますけれども、ぜひお気軽にお聴きいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。Thank you.
はい、ありがとうございました。カバレリーズスティカーナという曲と愛の参加をいただきました。次の曲はですね、最後の曲となっておりますので、それが、ね、あっという間でございますけれども、私もね、帰国させていただいて、教師から飛ばしていただいてですね、こういうふうに活動してますけれども、僕自分で調べたわけじゃないですけど、お寺出身の方で演奏家の方で結構いらっしゃるんですけども、教師まで持ってプロのバイオリニストでやってるのはあんまりないんじゃないかなと思います。そこがね、一つのこれでございますけれども、今バイオリン弾いていただいて、うちのお寺でもね、ちょっと弾いてほしいなっていう人がいらっしゃったら、ぜひお声掛けいただければ、宇宙の花場でも飛んでいきますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。で、ご縁作りの一つのきっかけとして演奏させていただければなというふうに思います。最後の曲はですね、中島みゆきさんの糸を最後に演奏させて、今日は仏教婦人会の連盟ということで、女性受けがいい曲を、並べましたけれども、他の、いろんなパターンもございますので、ぜひ読んでいただければなというふうに思います。最後に糸をお聴きいただきたいと思います。短い時間ではございましたけれども、最後までお聴きいただき誠にありがとうございました。
Thank you.
コーヒー。やだやだやだ。はじめましてですけれども、私大西と申しまして、たまちゃんと懇親会の本当に盛り上がった真っ只中の中でありますけれども、時計を見ましたらお開きの時間がもうすぐそこまで迫っております。この時間でございますけれども、閉園にあたりましてのご挨拶